こんにちは、菅野恵です。今日は新しいお買い物をしたので、ここで開封をしていきたいと思います。買ったものはじゃーん、カメラです。本当にさっき届いたばっかりなんです。早速開封していきたいと思います。こんな風にカメラが入ってます。あのね、軽すぎて何が届いたのかなと思ったんですけど、カメラでした。すごい軽いの。今回ご紹介するのはこちら、キャノンの M100 です。このカメラは前にお知り合いからすごくいいよって勧めてもらってて、ずっと気になってたんです。もうちょこちょこ貯金をしてやっとゲットしました。で、今回買ったカメラは普通の最初についてくるレンズ以外に、単焦点レンズというものがついてくる、2つのレンズがついてくるこのセットを選びました。お買い物した時の開ける時ってすごいドキドキするよね。じゃん、多分これがカメラ。軽い。まずは一旦全部取り出してみますね。中身を開けてみました。嬉しい、嬉しすぎる。最近 YouTube を始めていて、全部 iPhone8 で撮影していたので、ずっとカメラが欲しいなって思ってたんですけど、念願かなってのカメラが到着しました。で、まず中に入ってたものをご紹介していきたいと思うんですけど、この紐ですね、ついてました。専用のカメラ本体、めちゃめちゃ可愛いです。多分これが最初に映ってくるレンズ、これが単焦点レンズ、22mm と書いてあります。ちょっと詳しいこと私わからないってね、申し訳ないんですけど、こっちの、元からついてくるのが15から 45mm とのことです。で、あとはバッテリー充電用の、本当にカメラ全然初心者なので、初心者なりの開封動画という感じにしていきたいと思います。では早速充電して撮影をしてみたいと思います。さあ、ただいま充電をしてきたので、早速入れて起動してみたいと思います。これをどこに入れるのかっていう、ここのボタンを押して開きました。説明書を見ないっていうね。あ、これ違うんだ、これフラッシュなんだ。こっちだ、多分バッテリーって書いてあるもん。おー、とメモリーカードも入れてみます。メモリーカードの入れ方、やっぱり説明書は見ないとですね。あ、力ずくで開けるんだ。力ずくっていうか、そんないらなかったけど。あ、では電源をオンにしてみたいと思います。あ、起動した。メニューを押したらこんな感じに、こっち、あ、タッチパネルにもなる。あ、こういう感じで、あ、すごい。電源がついたのでレンズをつけてみます。お、おー、どんなものかちょっと写真撮ってみたいと思いますね。こう、何よりこのモニターがね、こう自分の方にくるっと向くのがいいなと思って、こう上に来るのがいいですね。すっごい綺麗、めっちゃくちゃ綺麗です。これ、え、なんだろう、なんかすごい綺麗記念すべき1枚目、カシャカシャっていう、近づいてもすごい鮮明に撮れる。ムービーでメインで使っていきたいと思うので撮ってみたいと思います。さあ、 M100 で撮影をしています。皆さん無事にお届けできているんでしょうか。撮影できてるのかな。映像はめちゃくちゃ綺麗です。今モニターで確認してるんですけど、最初にね、あの撮影した時音が全然取れてなくて、ちゃんと音をねオンにしないといけないみたいです。うん、すごく綺麗な感じだと思います。これが通常のレンズですね。で、今から単焦点に切り替えてみたいと思います。さ、ただいま単焦点レンズに付け替えてみました。今ね、単焦点レンズ付け替えるの本当に 1,2 時間ぐらい苦労していて、カチッとハマるまでっては書いてあるんですけど、ハマったかなと思うより先にさらにカチッという世界があって、ちょっと苦戦してしまいましたが、なんとか撮れているようです。どうでしょうか。わー、すごいなんか、うん、綺麗に映っている気がします。もうね、だいぶ部屋もう結構暗いくらい、夕方になってるので暗いはずなんですけど、結構明るく綺麗に映ってますね。
さあ、今回ねこうやって開封動画やってきましたが、また実際に使ってみていいとこ悪いとこなんか分かったらご報告ねしたいなと思っております。ちょっとこれからはこのカメラを使って撮影していきたいと思います。スケのめぐみをこれからも見守っていてください。このカメラの腕も成長していけたらなと思っておりますので、どうぞ成長をお見守りください。今日は M100 キャノン M100 の開封動画でした。ありがとうございました。悩んでいる時に4つ傷ついたあなたに5つ